皆さん、こんにちは、みやおです。僕は今、JR 東日本の鶴見駅、鶴見線ホームにいます。今回の動画は、駅に降りれない、謎の駅に行ってみたという動画でお届けいたします。では、行ってみましょう。東海道線、京浜東北線と交差し、京急とも交差します。この列車は、扇町行きなので浅野駅で降ります。何？最初から、海芝浦駅に乗ればいいじゃんって。早く205系に乗りたかったんだよー。は、まぶし。この海芝浦方面に行く線路は、大変カーブがきついので、車両から出る音に注目して、聞いてみてください。扇町方面に線路と分かれます。海ギリギリを走る。新芝浦駅に到着。そして間もなくすると終点海芝浦駅に到着です。車内はガラガラでした。海芝浦駅に到着。すぐ横には海が広がってます。この駅の近くには東芝の敷地があるため改札から出ることができません。関係者ではない自分は近くの公園に来ました。海が綺麗です。ちなみに、関東の駅100選に選ばれてます。また折り返して浅野駅に来ました。カーブ音をどうぞ。うるさいし、眩しい。おまけ、扇町駅に猫がいました。今回の動画はいかがでしょうか。高評価とチャンネル登録して、いろいろな人に拡散してね。では、さいならー。